久保さん、今回、冴えるにしましょうか。頭が冴える。はい。さえる。さえ、える。なんでこの言葉にしたんだろう。よくわかんないけど。なんか、困るに対して冴えるみたいな。なんか、ひらめいたんで、あの、使ってみたんですけど、特に浮かんでこないな。全然冴えてないですね。冴えてないな。まあ、でもね、あの、きれいになりましたね。 本当に、あの、レンジが。うん。いや、よかった、うん。ただね、エアコンなんですよね。エアコンがね、エアコン業者かな。エアコンも5年ぐらいやってないんですよ。で、ここ結構エアコンの場所が高くて、キャタ使わないと無理なんですよね。うん。普通、椅子に乗って多分できると思うんですけど、テーブルとかに乗って。うん。ちょっと高いんで。 うん、まあちょっとって感じですかねそう今日はね晴れ,晴れてねまたオープンカーでねちょっとドライブしてたんですけど気持ちよかったですね気持ちよかったでもねちょっとね暑いっすねさすがにもうちょっと 鹿児島の空は幸は立ってましたね。まあでもちょっと今日は疲れたな。全然冴えないですね <laughs>。もうちょっとオフモードになっちゃいましたね <laughs>。オフモード <laughs>。オフモードになっちゃいましたね。